光るゴルフなんてやったことないので楽しみです。スタートホールに来ました。とりあえず球が光ってくれるからけど、もう どこに何があるか分かんないんで、とりあえずもう光ってる方向にとりあえず打ってって頑張ります。私の頑張ります、みんな真似してくれるかな。あ、頑張りマッスルとかにしといた方がいいかな。これスコア出るんですかね。出ますか、傾斜とか見えないんですよ、ね、感性でアンダー出して頑張ります。また頑張ります、おかしい。はい、じゃあお願いします。お願いします。すげえ見えんな、赤。赤は見える。ねえ。ナイス。いった。かけてる。お飲みカートです。あ、逆か。こっちだ。乗りましたかね。あれ乗ってますよね。めっちゃうまい。激うま。待ってまーす。はい、フックですね。先生、パーです。9です。ドライバー30、40ヤードは飛ばなかったんで9で抑えてしっかり当てていきます。ないってこと？バンカーかちょっと手前ぐらい、うん、息入ってないですよね。息は入ってないと思いますよ。相当飛ばないですこれですよね。一晩って上げて、そうだそうだ、やだ、めっちゃ下り。ゴルフの方が強いかもしれないです。今ちょうど前の組がグリーン行ったぐらいなので、はい、はい、ここが何？367。長いね。まあ長いね。これは右も左も池とかないとこですか？あ、ないですね。で右にあの少し木があるので左サイドの方がはい、セカンド狙いやすいかと思います。あんま左行くと OB なんですけど。いい伸びしてますか。ありがとうございます。いや私いい感じ、ホタル。ホタル大好き。ちょっと怖いんですけど。フェアウェイにあるのかな。
きの雷とは大違いに星が綺麗。ここのなんかボコボコしてますよね。そう、若干 左サイドの魔術師がいるよな、なんかな。ハマればいいですね。お疲れ様です。途中までご案内しますんで。めちゃくちゃでかいんですけど、もう何なんですか。あっという間でしたね、4ホール。すぐに終わってしまった。あらら、山の上だ。ありがとうございました。最後崩れちゃいました。豚汁がある。豚汁ですね。美味しそう。距離がジンジンジンですか。ホタテがあるみたいです。ホタテ、あ、それホタテ、ごめんなさい。ありがとうございます。いけちゃう。あ、いいっす。お皿持ってきます。イカです。マヨネーズが、なんかよくわかんないから覚えてるから、どれが違います。今ホタルゴルフが終わって、これからバーベキューです。こちらはジンギスカンです。いただきます。うん、なんか牛タンみたいで美味しいです。めっちゃ牛タンっぽいですよ。それ食べてみてください。なんかお肉が美味しい。コリコリしてます。イカ、イカはマヨネーズに七味をかけて。辛い。めっちゃ美味しいです。なんかお祭りに来た気分。はい、フラちゃんに歌ってるわけにはいかない。ホタテです。いただきます。サクサクゴルフも埼玉で先ほどですが、夕方木の陶器日その分、今焼き上がりましたので、うん、食べたいというかどうか、うん、シンプルではいっぱい出させていただきました。ボタンが効いてますね、これ。とても楽しかったです。すごい雰囲気が、おー、さすが。いつもと違うので、ズー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 踏んでたっけ。むしろ昼よりも豚汁です。もうこれ食べる。どうでしたか。高い。
具沢山ですね。具沢山。一緒に回ったお母さんが8位で JGR のボール1ダースもらってます。マジで欲しい、マジで欲しい、欲しいです。ロナウド欲しい。1位はあのパーリーゲイツのバッグ。残念ながら入賞はできませんでした。で、早速キャンプに行きました。見えますかね。寝袋ですね。こんな感じです。焚き火。あったかいです。1万8000ぐらい。あ、結構いい。なんかこの景色めっちゃ懐かしいです。なんかあれ、ハヤがついてる。そうそう。中学校のキャンプファイヤーみたいな。3000ぐらいだといいと思います。僕はそれで。おはようございます。これから早朝ラウンドです。好きなものは。食べ物です。好きな飲み物はタピオカです。じゃ、私の持ち物紹介始めます。似てますかね。あとは日焼け止めです。サンバス、とりあえずウォータープルーフです。絵柄は夏の絵ですね。ファイテン。あとはちょっと、あとは秘密です。ボールとかですかね。ボールとか見ても面白くないものです。あと青汁とか、なん体にとりあえず1日1回はあの緑のものを摂取してます。なんか緑って体にいいじゃないですか。野菜とかゴーヤとかキュウリとか、なんか青汁も緑じゃないですか。美容の飲み物みたいな。日焼けしたりして、何でしたっけ、シミ、シワ、なんか最近ところどころあるんですよ。だから若いうちからちょっと緑のものを多く摂取してます。1ヶ月前ぐらいですかね。あ、ブヨに刺されちゃったんですよ。で、足の裏に刺されちゃって、あの温泉入ったんですよ。温泉でなんか寝湯、寝ながら温泉に入るあのお風呂があって、そこで寝てたら痒くて起きて、最初蚊だと思ってて放置してたら、なんかブクブク腫れてってブヨだったんですよ。
もうブヨは毒があるから腫れちゃうんですよね。で熱も持っちゃってて、なんか北海道にもブヨがいるみたいなので気をつけたいですえ、マジブヨえ、足の指、親指の次ここっすよ。